ここで特集です。現在大きな課題となっている中小企業の事業承継、どのように事業を次の世代へ引き継ぐか、その後の事業の方向性はどうするのかなど、頭を悩ませている事業者は多く存在します。今回はそんな事業者に寄り添い、事業承継支援に奮闘する三重県信用保証協会の取り組みにフォーカスしました。三重県信用保証協会は県内の事業者に対する信用保証業務を行っています。2017年の法律改正以来、信用保証業務に加え経営支援全般の強化に取り組む中で、事業承継支援にも着手しました。職員の知識向上を図るために中小機構による講習会を受講したほか、会員事業者へのダイレクトメールの配布、相談会の開催、後継者向けの講座を実施するなど、事業承継支援の重要性に早くから着目し、情報発信にも努めました。特にやっぱり銀行さんとか信金さんとか一番こう企業さんとこう近い距離なんですけど、近すぎて逆に事業承継するということをご相談できなかったり、そういう、こう距離感もあるんですね。保証協会さんとしてこう支援をすると、つまり銀行さんとは違う立場でこう支援をするというところにこう意味があるかなという感じがします。平成20年に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が制定されました。これをきっかけにですね、事業承継に関連する保証制度が創設されましたけれども、実際のところ当協会として事業承継支援については特に行っていませんでした。より経営支援を行っていかなければならない中で、事業承継の講習会を中小企業さんが行っていただけるということをきっかけに、平成30年8月に内部研修を開催しました。専門家の方にお越しいただいて、事業承継というものがまず必要性とかですね、そういうところをいろいろご指導いただきまして、お客様との接し方等も学ばせていただいて、それをきっかけに、保証協会として進めていければなというふうに感じました。またお客様としても、事業承継の取り組み方法がわからないとか、何から始めたらいいのかわからないというようなお言葉をいただいておりましたので、そのようなお客様を支援するために令和2年度から中小企業さんと連携しまして、事業承継個別相談会を開催することとなりました。全国的に後継者不足が叫ばれる中、三重県では信用保証協会を含む支援機関の努力もあり、全国と比較して後継者がいるという事業者の割合が高くなっています。組織として豊富な知識と支援メニューで事業者に向き合う三重県信用保証協会、事業承継支援においても常に次のステップを意識して支援力を高めており、東海地方でもトップランナーと言えるでしょう。続いては同協会が事業承継計画策定をサポートした富士県組の事例を振り返ります。和の趣を大切に、個人の住宅を設計施工トータルプロデュースしてきた富士県組。一級建築士でもある現社長の感性、そして培ってきたノウハウで地元を中心に多くのファンを抱えています。なんとなく息子に引き継ぐことを考えていた勇社長、三重県信用保証協会の担当者との会話がきっかけで、具体的に事業承継について検討することにしました。モットーというのはですね、やはりハウスメーカーで作れないものを手作りで作るというのが私のモットーで、息子も、まあ、できるだけ摩擦のないように、彼は彼の考えがありましょうし、そんな中でこうつないでいくという、うまくつないでいくというのを目標にずっと今も来ているところです。かつては地域のゼネコンに勤務し、現場での経験が豊富な後継者。しかし現社長の確立されたスタイルや財務面にこれまであまり関与してこなかったことなど、事業承継に向けていくつかの課題がありました。いつぐらいに変わろうかっていうのは漠然的な話はしてはきました。社長の中では利益よりも仕上がりを考
考えられてたんですけど、やっぱり僕らからすると利益を残しつつ満足していただけるあの結果を残すっていうのが一番大きかったかな。事業承継計画の策定を行った富士健組さんは、我々が令和3年8月に開催した事業承継の個別相談会に参加していただいたことがきっかけでした。中小企業の専門家の先生と初めて会社を訪問した時には、社長から息子さんへの親子間の事業承継ということで、お二人とも遠慮してなかなか気持ちを打ち明けるのが難しいのではないかなというふうに感じました。ここで三重県信用保証協会は中小企業の支援メニューを活用しました。中小企業のアドバイザーと三重県信用保証協会の職員、富士健組の3社で話し合いを重ね、自社の強みや弱み、資産状況や今後の展望、そして事業への考え方や思いまで、さまざまな角度から掘り下げます。私はまあ当然こうお話の中心というか、まあ展開の中心を担わせていただくんですけど、信用保証協会さんのお立場、あるいは金融機関の立場でこう合いの手、質問、あるいは社長に考えていただくような一言、まあ、そういうことを一緒に出していただけたので、なんかまあ学んでいただいたというよりは一緒に支援ができたかなと、まあ、それがすごくなんかケースとして良かったかなというふうに思っています。富士健組さんは5年以内に後継者の方に事業を承継するということをお聞きしましたので、社長の事業に対する熱い思いをいかに事業承継計画の中に落とし込むのかということをキーワードに取り組んでまいりました。やっぱり後継者さんがまだお若いので、彼なりのこうビジョン、未来もまだこうおぼろげかなというところもあるんです。でこれから彼がいろんな場合によっては異業種の経営者さんとか同業の経営者さんとかつながりも持たれて、彼なりのこうビジョンができてくると、もっと大きく羽ばたけるのかなというふうに思っています。さあ、いかがでしたでしょうか。富士健組では現社長の感性と後継者の強みを生かし合って事業の幅を広げていくべく、事業承継へ向けて確実に歩みを進めているといいます。同社の事業承継計画策定に携わった三重県信用保証協会にも様々な思いがあります。円滑な事業承継ができれば、次の世代に技術やノウハウが引き継がれることもありますし、雇用の確保にもつながり、地域における経済活動の貢献に寄与するかと考えております。社長様の中には高齢の方もたくさんいらっしゃるのですが、今後会社をどのようにしていきますかという話を聞いても、なかなかビジョンを持って見えない方がたくさんいらっしゃいます。そういった方々が事業承継の重要性ということに気がついていただいて、承継をしていくように我々もしっかりとサポートをしていきたいなというふうに考えております。よりスムーズな事業承継、さらには全般的な経営支援のために常に進化を続ける三重県信用保証協会、中小企業の心強い伴走者として引き続き期待していきたいですね。